皆様おはようございます。今日は何時に起きましたか？今日は8時半だ。じゃあご飯食べる？はい、じゃあ今日はキャンプ場2日目です。でこれからお風呂行って、でノアたち散歩だよね、うん、散歩してあとスーパー寄って、うん、ちょっと買い出しに行きたいと思います。行きたいと思います。それでは行ってきます。行ってきます。散歩コース？何？ああ、洞窟？うん、わあ、すごいじゃん。すごいね。ここは遊覧船乗り場なんだ。ああ、そういうこと？ YouTube で見た。あ、ここあれだね、ペットオッケーだね。どうして、どこに撮った？テラス席ペットオッケー。めっちゃ美味しい。ね、美味しいよね。うまい。あのバニラが強くない？うん。私牛乳よりバニラ派だから。うん、そうだね。どっち派？でもこっちの方が美味しい、ね、牛乳が強いのも美味しいけど、でもバニラの方も美味しい。でどっちかって言ってるのになんで2つともいいっていうの？バニラ派。バニラ派。やっぱソフトクリームって感じがする。うん。ほら、ゆるキャン
ゆるキャン夕日日本一って車に書いてある。ちなみに香山雄三ミュージアムの目の前でうるさい今日のご飯は？今日のご飯は、うん、五目釜飯。うん、五目釜飯とけんちん風豚汁。うん。を、まあ、作ったけどね、もう。豚汁ね。うん。朝ね、もう全部作ってくれたんだね。あとこの茹でてる里芋を入れるだけで完成だね。そう、里芋買ってくるの。うん。里芋ね、さっきの半端た、うん、市場、あそこで買ったんだよね。うん、200円でね、安かったよね。安かった。あそこでもすごいよね、魚いっぱい売ってるし。そうだね、お魚食べれればね、うん、ね、最高だよね、うん、食べれる人だね。食べれる人ならね。イカの丼美味しそうだった。うん、美味しそうだった。え、ノア、やけどするよ、それは。うん、ノアストーブがね、すごい好きだからね。ノア、ストーブ好きなの？ストーブ好き？ストーブ好きなの？ストーブ好きなの？マントルが破れてることに気づいちゃったね。マジ？ええ、はい、夕焼け越しのフェザースティック。すごいね、そのフェザースティックでしょ。うん、すごいじゃん。うん、まあ、ピントが合わないけど大丈夫か。嘘でしょ。ピントが合ってないのか、俺の乱視がいけないのかがよくわからない。もうそろそろ豚汁できる？できる。できる？うん。豚汁？豚汁もできたよ。うん、あ、あ、そうか。じゃあもうご飯炊けたら食べれるんだ。あと6分。あと6分。じゃあもうちょっと待とう。もうちょっと待とうかな。うん、早く食べたいけどね。もうちょっと待とうかなって。里芋が入ってるから。これね。うん。里芋の買い忘れたからね。そうだね、わざわざ買いに行ってね。当てる？五目。当てるのはこちらですよ。うん、じゃあ五目ご飯完成ね。当てて。いきますよ。うん。3、2、1。
すごいね。できてる？うん、できてる。まあ、できてんのは当たり前っちゃ当たり前だけど、美味しそう。いい感じの？本当？ちゃんと炊けてんじゃない？うん、美味しそう。本当？うん、炊けてる？うん、あ、全然炊けてるよ。あ、そう。うん、すごい美味しそうだよ。下焦げてるかな？下ね、焦げてる匂いがする。あ、本当？うん、あ、本当だね、焦げてる感じだよね、うん、しかもお焦げじゃなくて焦げてる。うん、いただきます。すいますか？うん、そうだね。意外に腹減っちゃったよね。うん、今日のほろ酔い、うん、ほろ酔いタイムになります。今日はピーチです。2人とも。それでは乾杯。乾杯。じゃあ食べようかな。どうでしょう。いただきます。いただきます。じゃあちょっと豚汁から。ちょっと薄かった。あ、美味しい。薄い、うん、薄いね。染みてる。うん、炊き込みご飯が美味しい。薄い。うん、薄いけど美味しい。あったかい。あったまるね。いいね、これ。うん、でも西伊豆いいね、意外と。うん、遠いっていうのだけが難点だよね。うん、だこんなにさ夕日が綺麗に見えると思わなかった、ね。うん、朝日が見えればいいのにと思った。でもさ、朝日もいいんだけどさ、朝日だと早く起きなきゃいけないじゃん。うん、夕日だったらね、大抵いれば見れるから起きれいじゃん楽じゃない。いや、里芋うまい。ほんと？北国？うん、里芋ってちゃんとしたやつ美味しいね。あ、毎回言うよ。冷凍の食べた後は何も言わないけど、うん、その本当にちゃんとしたやつでやると、うん、本当の里芋はめっちゃうまいね。うん、うまい。私が好きじゃないの、里芋。うん、そうだ、うん、だって好きじゃないもんね。ネバネバ系、うん、苦手。芋好きなんだね。芋の中で、うん、唯一好きやね。うん、食べれるんだよ。うん、これ芋の中だったら里芋が一番好きだよ。ダントツだね。ダントツだね。私ダントツじゃがいも派鍋もいいけど豚汁もいいよ。うん、あったまる。でもやっぱ鍋が気に入った。うん、鍋いいよ、ね。これからね、冬になったらね、うん、鍋多くしたいね。眠くないですか？本当？早くない？あ、でもお風呂も良かったよね。お風呂良かった、ね。じゃあお風呂めっちゃ良くて、うん、初めてなんか自宅のようなと思った。お風呂から、うん、なんか静かだったのと、まあ、誰もいなかったもんね、秋の方ね。うん、600円だしさ、うん、大浴場みたいにね、人もいないしさ。そうそうそう、うん、お風呂すごい楽しみに行くって感じではないかもしれないけどね、洗うのがメインだからね、うん、すごくいいよね、うん、ちょうどいい感じだった。大きさも、うん、全体の大きさも良かった、うん、あ、ほら、焦げてた。焦げてる、うん、まあ、本当だ、結構焦げてる、うん、本当だった。焦げてる匂いも好きだけど、うん、こういうなんかシンプルな料理の方がさ、たくさん食べれるよね。好きだよ豚汁なのにこの入ってる豚好きじゃないんだよね。急に俺ね、うん、好きじゃないね。変わってるの、うん、これがすごい入っちゃってる下にして2段目に。やっと食べ終わってね、もう腹いっぱいだからね死にそうじゃん、うん、いや結構食ったね。全部食えなかったけどね。じゃあアカペラでドライフラワーだって。やだよ。なんで？
それカラオケだけだから。なんでそれカラオケだけなの？それかお金もらってる時じゃないと歌えない。恥ずかしいってこと？まあそうだ。なんだ今の職場を辞めて歌手になりたいって私にはすごい言ってるけど聞いてる？聞いてる？エルに喋ってんの？そう聞いてる？散々私にはさ歌手希望って言うんだよ。言うんだけど今歌って言ったら全然歌ってくれないの。おかしいよね。寝ちゃってる、ね。不思議な。あとはもう一人は車にひかれたみたいになってる、うん、すごいね。これがねノアの今の姿だから。でもこうやって寝るの多いよね。うん、どこに頭あるのかって言ったら下の方が頭あれから、うん、ここだそれでしょ。もう起きた、もう起きた。ノアノア、うるさいよ。仕方されたしかたし、だって眠いのにさいつもさ、うん、ノアノアノア、いつもなんか起こすよね、うん、基本。あそうだね、お前が眠りについた2時に必ず起こしてやったな。絶対やめてほしい。一番深い時だよ、うん、一番ようやく寝つけたって思った瞬間に、うん、ねえ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 寝てんの、ねえねえケンジ寝てんのって起こすの、うん、よく。だって私の時だってそうじゃない、うん、自分が後から入ってきてさ、うん、布団にだいぶ時間経って入ってきてでもさ、うん、アキ寝てんのって絶対待ってくれ。あったよね、言ってるね、うん、それで私がさ寝てたのにさ、うん、寝てないよって。必ず私が嘘つくんだよね。なんでだろうね、あれ ね不思議だよね、うん、寝てないよって必ず言うんだよ、うん、必ず言うね。寝てたのに、うん、気持ちよさそう。ベルはね甘い子なんだよね、うん、まあ、いいんだけどさ可愛いからさ、うん、私の赤ちゃん。あちこのほろ酔いもほぼ飲んだ。まだもうほぼ飲んだ。本当だね。顔若い。俺なん、うん、顔若いよ。俺なん全然飲んでない。だって寝てない。うん。そうか、眠れなかったもんね。ここがさ、無駄吠え禁止じゃん。うん、何？あ、無駄吠え？うん、うん、無駄吠え禁止だから、うん、ノアが吠えるためにちょっとドキドキって。うん。さね、ここね、あんまワンコいないしね、気になっちゃうね。じゃあこれ焚き火やらないと。うん。じゃあ六かちゃん。もうね。意外に6時半なんだよ。ん？ 6 時半？あ、そうなんだ。じゃあこれから焚き火やりに行きます。